吉田さん、ショッピングモールの爆撃ね、1000人以上の方が被害を受けられたようですけども、人数は詳しくは分かんないんですよね。まあ、人間ってのは別に戦争しなくてもいろんなことがあって不幸に見舞われて人の命が失われてってことがあるんですけども、わざわざ戦争しなくてもなーと思うんですよ。でも攻める側には攻める側の理屈があるんでしょうね。相手の民族を滅ぼしても自分の民族が生き残るんだっていうふうな、まあ適者生存の法則といいますかね。暴力によって何かを成し遂げたいっていう人がいなくならない、まだ人類っていうのは、まあ、原始的な生物なのかもしれません。まあそう言ってもね、個人的にもね、カーッと来たらね、もうぶん殴っていいこと聞かせようかみたいなことがあったりとかするんですよね。特にね、まあ、私はないんですけども、子育ての関係っていうのは、ちっちゃいね、1歳か2歳の赤ちゃんとかを怒鳴ったりとかね、それから時にはね、パチンと叩いたりとかして黙らせようとする、そんなお母さんとかね、お父さんとかいるんじゃないかなと思った時に、ほぼ無抵抗なね、ちっちゃい子に対して、一方的な感情で、そういうふうな暴力によって言うことを聞かせようと。でも当然、そんなことやっても、怯えてね、黙るってことは別にちっちゃい赤ちゃんとかないですから、さらにわめくわけじゃないですか。つまりこれを戦争に置き換えるとね、ちょっとスケールが違いますけども、力のない国を黙らせようと思って戦争を仕掛けたら、さらに反撃してきたから、もっと過激な反撃をしてやるみたいな感じでエスカレートして、まあお亡くなりになるみたいなことがあったりするんじゃないかなと思いますが、そのね、戦争になっても子育て中の赤ちゃんをパチンと殴ったり怒鳴ったり恫喝したりするにしても、そこに和解や幸せはもうないなと思うんですよ。まあだから何をすればいいかっていうと、力の強いものってのは弱いものを守るために使ってあげればいいのになと思うんですよ。でビジネスの世界になってくると、私は私なりにビジネスや投資にあんまり長けてない方のためにね、何かできるんではないかなと思ってるんですよ。麻雀屋から脱出して私がね、で経済的に強者になった時にその仕組みを伝えてあげるってことができるんで、それをやることをね、なんか金儲けかとか言ってね、怒られちゃうとなんか切ないよなと思うわけですよ。でもやっぱりね、考え方ってのは私も変わるもんで、結局は自分よりも力がない人にノウハウを売ってね、さらに巻き上げるみたいな考え方があった時もあるんですけども、いや待てよと、自分のビジネスがちゃんと効果が出てるねってことを知らせるためにも商品作って売った方がいいなっていうふうに今は私は思うんですよね。で自分のコミュニティの中に商品を紹介したら、ほら売れるでしょ、再生数少ないでしょ、でも売れるでしょ、なんか対談をしたりとかね、よいしょしたりとか、どっかのわからない人がこの商材はとってもいいですとか言ってティーアップさせてますか、してないでしょ。ずっと私が語りかけてきたことに対して耳を傾けてくださる人に、私のサポートのレベルがどのくらいか想像つきますよね。どのくらいの熱心さで、商品を伝えていくか、その商品を買った人に向かうか分かりますよねってことを、まあ説得するでもなく日々の姿から見せていくところに深い信頼関係が築かれて、ひょっとしたら吉田さんも感じてらっしゃると思いますけども、ね、実際に住んでる住まいのお隣さんよりも YouTube の向こうの人の方が信頼関係あるかもしれないですよ。吉田さんが多分ね、お住まいになってるところ、多分お隣さんとか大家さんでいると思いますけども、どうですかね、お隣さんや大家さんに対してなんか最近ありましたかね、お中元でも持ってってますかね。多分ないと思うんですよ。でもそのお金や商品のやり取り、それから思いのやり取り、感謝のやり取りが最も深いのはきっとドリアカの熟成さんであったり、速稼塾の熟成さんであったりっていうことだと思うんですよ。これが現実じゃないですかね。人と人は実際に会わなければわからないよっていう言い方もね、もちろん今でも残ってると思いますけども、でも待てよと、実際に会ったこともない人となんでこんなに信頼関係が高まっているんだっていうふうに思うわけなんですよ。でこうなるとですね、例えばミサイルを撃ってショッピングセンターを爆撃しようって思いますかね。もうね、だって会ったこともないところの人がどうなろうと関係ないっていうのが、やっぱり人って会わなくちゃねえの裏返しじゃないですか。私たちはリアルで会わなくてもそこに人がいて息づいていて何かしらの幸せを求めて
もがき苦しんでいるっていうところが分かるから、とてもじゃないけどもね、ショッピングセンターにミサイル撃とうなんて発想はないですよね。命令されたらできないですよ、そんなこと。もう命令されてどうしようもなくなくなくしなくてはならないんだったら、もう軍人やめますよね。まあ、そんな発想でこの世の中を満たされると、平和になるとは言いませんけども、少なくとも戦争を仕掛ける人はいなくなるんじゃないかなと思うんですけどね。自分の部下がミサイルを撃てっていうふうな命令聞かないわけですから、軍隊は機能しなくなっていくんじゃないかなと思います。特にね、防衛のためではないですよ。だから先制のために、先制攻撃のための武力の行使っていうのは多分しなくなって、攻められたらしょうがなく報復するとか、防衛のために敵基地を叩くっていうのはあると思いますけどね。いや、本当戦争早く終わってほしいですね。あれから5ヶ月近く経つらしいじゃないですか。もうなんかだんだんあの頃の憤りとかっていうのは本当薄れていきますよ。日々の自分の暮らし、現実にだんだんとそういった世界の果ての関心事っていうのは薄らいでいくんですよね。でも確実に私たちの生活を蝕んでいるのが、この国のどっかで起きている戦争なんですよ。実際に電気料金、ガス料金は昨年に比べて 20% 値上がり、食品価格は全体的に3000品目にわたってですね、平均で 10% 値上がりしてますからね。ガソリン代もこれからもっともっと上がると思います。そして、円安はもっともっと進みます。このタイミングである意味 FX に関われたっていうのは、どれだけ物が値上がりしても、いくらでも、利益を積み増すことができるっていう強みを持ったのかもしれませんけどね。はい、それでは FX オリガルヒ、これからも頑張っていきます。じゃあオリガルヒのおということで落ち着けていきましょう。